武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鹿児島大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、問題のが2種類あって、文系学部と医学部、歯学部に関しては大問5題で時間90分で、理学部、工学部、農学部、水産学部に関しても大問5題で時間90分なのは同じなんですが、大問5だけが問題が別となっています。まあ、違いとして文系学部、医学部、歯学部に関しては大問5が自由英作文になっていて、理系の理工の推算に関しては最後は読解になっているという点に違いがあります。では問題見ていきますと、まず大問4までですねが読解が2つ、文法問題、語彙問題が1つ、英作文の和文英訳問題が1つという形になっています。なのでここに関しては共通なので、どういう問題の構成になっているかと言っておくと、大問1、2に関しては日本語での回答が中心の問題となっており、英文和訳の問題や日本語説明問題がそれぞれ出てくる形となっています。そのため、英文和訳、ただこちらに関してはそこまで難易度が高い和訳が出るわけではないので、英文和訳、演習の基礎だけやっておけば十分ですね。で、説明、問題に関しては、現代文読解の開発講座などの、日本語説明問題1冊、記述に自信がない場合仕上げた上で国公立標準問題集キャンパスなど、使って、そういった記述問題の形式に慣れておけば、大問1、2に関しては、対応できるかなとは思います。で、大問3が文法語彙問題問題ですが、こちらの文法はセンターの文法ができていれば対応できるレベルなので、センターレベルの文法の確認をしっかりやっておきましょう。そして和文英訳に関してはそれほど難しいものが出るわけではありませんので、こちらに関しては英作文ハイパートレーニングなど1冊仕上げておけば十分でしょう。自由英作文に関してもこちらも割とオーソドックスな設問にはなりますので、ある程度自分で考えて書かなければいけないということはありますが、お題に関してそこまで、専門的な用語を使ったりということはありませんので、自由英作文の参考書1冊、やって、ハイパートレーニングなどですね、あとは過去問やっておけば十分対応できます。で、理学部や、工学部などの、大問5の、方の読解の方ですね、こちらに関しては、大問1、2の、対策と同じ、となりますので、そちらと合わせてやっておけば、十分対応できるでしょう。ただ、時間に対して記述量がかなり多いので、記述の各スピードの、高める練習だけはしっかりやっておきましょう。以上が英語の勉強となります。